皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、1月9日、12時44分、だいぶ、物申すのが遅れましたが、政治資金収支報告書の件ですね、20万以下のものも全て記載でいいと思います。なぜそんな形になってたのか私としては不可解で、たまにもわしかけど、この内容のニュースってありませんでしたっけ。本当はいや、どう考えても普通の一般の会社とかでも、その全く何も記載しなくていいような話にまずならないでしょう。そうじゃなかったら計算成り立たないですし、なぜそのような形になったのかな。昔から何回もこういうニュースって流れてたと思うんですよ。いや、そのフェイクニュースとかが混ざってるから、本当のところどうなんだろうなっていうのがやっぱり頭の中よぎるんですよ。その東京地検とか動いてるその本当のところが、もう少し別の万博のチケットの購入とか、その税金の回し方とか、結局そういうふうなところが本筋なんじゃないかなと、いろいろこう、その、勘ぐると、どうしてもそういう考え方になってしまうんですよ。本当に20万以下のその記載がないという件だけでテレビで放送をされているのであればね、実際その捜査自体が、その方向性で今回はものを言っておきますが、請願法入陳情で20万以下ももう全て記載、それしなかったら絶対積み上がってきた時に大きな金額になりますから、昔もけど同じようなこと私言ってませんでしたっけ。その2011年以降、高島屋ルートで SD カードを送って、で、そこから、国会の方に話、振ってもらってと。あげてもらってでもいいと思うんですけども。その、兵庫県会議員 の野々村議員の時にも同じようなこと私言ってませんでしたっけ。あのケースの場合は、旅費の件を横領しようとしてた内容でしたっけ、ニュース。もうだいぶ前なので、僕もちょっとはっきり覚えてないんですけども、相当、ちょっと僕の方も、怒って、徹底的に法律で詰めていく話で、野々村県議は、丸坊主で、出廷していたみたいですけども、その時に変わったような気もするんですけど、まだ変わってなかったんですかね。で、それに関して、もちろん与野党、野党の方たちも全て記載する方向で、与党の方も、動いていただけたらなとは思うんですけども、そうなったような気もするんですけども、その頃。それ僕は言ってるだけで、結局、話濁したままで、20万円以下の記載ずっとしてなかったっていうことなんですかね。だから、もうかれこれもう、それこそ10年ほど前の話でしたから、さすがに10年経過したら、国会議員の人たちもだいぶ世代交代されてますよね。だから当時のことたち、当時のことをご存知の方たちは、詳しくご存知の方たちってあんまりいらっしゃらないんじゃないですか。どうなんですかね。なぜ今まだ20万以下のものがスルーされているんだったら、もうそれは全て記載ということで、請願法による陳情ということで、私の方から申し上げておきます。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。